や、皆様こんにちは。今回のパートでナルティメットストーム4は終わりになるかと思います。奥義、まあ、全部はやれてないんだけども、今回かっこいいやつをやって締めたいと思います。それではまずどっちからいこうかな。まあ最初からかっこいいのいっちゃおうか。これいきましょう。はいいかい。神数戦じゃ。ほかげ3人でできるやつだね。出番ぞほかげたち。おお、ちょっと待って、これぞ早っ。ヒーナイスだよ。まさかの最後火。一気に決めようか。火はまあなんとも言えねえな。で、まあ、まあ、威力高っ。待って、 HP 無限にしてないんだけど8割持ってってるね。やべえな、すげえな。ここで叩く。さあこれは歴代ホカゲ、違う、ホカゲ初代から。歴代ホカゲの力を思い知る。いいじゃない。うわ、かっこいい。今のめちゃくちゃいい。ああいうさ、みんなが揃う立ち絵が俺好き。あ、必殺の威力って同じなの？覚醒だと。へえ、そうなんだ。あ、そう、かっこいいね。次行くか。まずは美獣送信撃。うお、いいじゃん。近く。ステージすらも変わる。サンキュー。いやー、やっぱかっこいいな美獣。いいね。なんか俺最初見た時さ、なんだこいつらって思ったけど、回を重ねるごとにどん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 なんかね、これかっこいいわと思ったんだよね。よし次。あ、これも見たことあるかな、もしかしたら。やりますか。うわ、久方ぶりのツーマンセルだな。しくじるなよカカシ。やるぞ。うわ最高。こんなとこでしょう。やるなら今だ。個人的に俺これ使ったことがあるかもしれない。動画でも使ったことあるかもしれないけど、最高だね、最高だね。やるなら今だ。ここまでだ。さあ続いてはこの懐かしい子供時代の、少年か、少年時代のこの3人。いざ尋常に勝負。あの薄らどんかち。なんじゃこりゃ。さまみろ。かっこいい。めっちゃチームワークいいじゃん。何？うわー、この時ですよ。もう、そして今があるとね、なおさら感動する。叩く。続け、足山。そんなものか。抜かせ。やるぞ。はい。この奥義のタイトル、意地の張り合いです。さあ次ラストいきましょうか。忍者学校の問題児、ナルト、イルカ、コノハマルの組み合わせ。お前たちしっかりしろ。いくぜコノハマル。いいじゃないですか。運命はこっちだってばよ。イルカロケット。サンキュー。いや、ナルトってかっこいい奥義もね、ハーレームじゃないコミカルな奥義もあってね、いい、飽きない奥義見てて。ちょっともう一回やろう、最後にもう一回決めるぜ。ここまでは普通なんですよね、ここまで普通。お前たちしっかりしろ。こっからですよ、こっから。このハマル。いや、まあ、ナルトの方が可愛いな、これ。本命はこっちだってばよ。いけー。イルカロケット、きたね、花火だな。はい、ということで、皆様いかがでしたでしょうか。まあ、このパート短くなってると思いますが、
かっこいい泳ぎたくさんありましたね。ちょっと後半の方若干ネタに走った感はあるんだけど、俺自身がね、よかった。やっぱあのアルティメットストーム4の奥義はすごい、本当にすごいです。あの1とかもやってるんだけど、1の奥義と全然違う。まあ1も1でいいんだけど、なんかね迫力が違うね。1はね、あのね奥義面白いんですよ。ナルトの顔がブワンってきたりとかね、リーの顔がブワーってきたりとかね。はい、ということで、あのナルティメットストーム4長い間ねお付き合いいただきありがとうございました。どん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 終わっていきますが、まあ、こんなもんでしょう。まあ、そろそろね進撃の巨人も終わらせれることができるので、まあ、あの今星のプラス99を頑張って一人で黙々とやっております。それではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。